さすがにまだお通し来てない人とかいませんかね。大丈夫ですかね。くんちゃんに皆さんあの協力をしてください。あのなんか運んだりとか。まだバンドマン。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、あの僕これ全部今日のメンバーもそうなんだけど、ライブハウスとかでガガンやロックバンドとかでやってて、まあとそれなりに年を取ると、僕パンクロックやっててね、年を取るとねストラップが上がる。そう。あるある。あとさ、ジミー・ペイジとかさ、ジョニー・ラモンってさ、手長いからさ、低くしてもさ、日本人こう届かない。180くらいと違う。もうね、このもうジュニアにも田畑芳雄ぐらいこう日本人は持ってて。ダメなんて持たないよ。で、それあとね、出演者が多いライブはくたびれるっていうね。そういうのもね、あって。なんで、で、くんちゃんはね、基本的にワンマンライブが中心なんですよ。で、ジュニア人情も、あの、僕、ジュニア人情と、あのなんか定時のやるわけじゃないんだけど、出た夕焼けの集いっていうアコースティックの楽団 やっているんですけど、ジュニア人情ソロっていうのとか、あとツアーもすごい多くて、今年は80回ぐらいもライブをやっているんですけど、今日はあの男ごはんって僕 あのお友達の主婦グループから主婦のグループから、あのジミー・ヘンドリックスが好きということで、僕はナンパしたもみさんというギタリストを、あの呼んで、お届けしたいと思いますが、今日はあの最初カジコちゃんどうもありがとうございます。そして、その後デッドストークス、ありがとう。ジュニア人情とともによろしくお願いします。最初ジュニア人情2曲やります。昭和ノスタルジーに対抗してやりたいと思います。僕ブルースが好きなんで、旅が好きなんですけど、ノスタルジーで昭和で旅といったらこの人なんじゃないかなと思う歌を。ドブに落ちても根のあるやつはいつかはハチスの花と咲く。意地は張っても心の中じゃ泣いているんだ兄さんは。目方で男が売れるなら感じで、今日ね、あの普段はくんちゃんでなかなかやんない3組でライブで、出演者もお客さんもお疲れ様でした。お互い様。おはようの一言でなんだか力が湧いてくる。お疲れ様の一言
んだかもうちょっと頑張れそう。ごめんねの一言でなんだか自分がちっぽけなやつだと気づく。おやすみの一言でなんだか明日が待ち遠しい。ふお疲れお疲れ様様お互いはい、お互いそう様様どん底の夏の日に出会ってくれてありがとう。お疲れお疲れ様様お互いお互い様様どん底のブルースな毎日に出会ってくれてありがとう。サンキューの馬の暮れの方優しさにまた誰かを信じてみようと思う。ですけど、そのギタリストをともみさんとやりたいと思います。イエイ、オベーションギターともみ、イエイ、はい、じゃあ今日の、はい、曲を お伝えいたしましょうか。あ、今分かりました。すみません、ちょっと苦しいんで外します。あのね、そう、男班ってグループは、ね、結構ね、あの、ま、子育て応援バンドということで、ともみさんも3児のママでございまして、ママですが、もう結構でかいです、2人合わせて、91歳でございますね、我々。あ、そうですか。そうですね、そうですね、何の告白なんでしょうかね。なんか割ったりとかしてほしくないですね、あんまり。そうですね、あの、昨日はともみさんの家でレコーディングを、レコーディングじゃない、あの、練習をしたんですよね。練習しましたね。決して怪しい関係ではないということなのでね。お伝えしたり、まあ、Facebook とかで、いろいろね、あの、動画配信されてるんですね、あの、炎上してしまってね、次がなかったら察してくださいみたいな。でね、あの、その男班っていうのは結構ポップス系のグループなんだけど、一緒にやったことがあって、ただベルボトムとか履いてるんですよね、この方。なので一人だけロックな人がいて、アイドルショーは、そうそう、でよくよく聞いたらね、ホコ天とかイカ天とか、あの時代ではバリバリライブハウスでね、あの、弾いてたっていう、そういう、あの、お姉さんなんですけど。じゃあちょっとブルース、労働家、メシポーコーブルースというのをやりたいと思います。はいはいはい。
資格で普段は心の病気の人の相談を主にやっているんですけど、もうちょい大きい方がいい。で、ともみさんはともみさんで何やってんだっけ？訪問介護で、障害持った方とかね、心の病気の方とかそういう人のもうゴミ屋敷とかあれでしょ？行ってます。行って。でもね、そういうなんかちょっとした背中を押してあげるとか。ちょっとした支えとか相互理解のために僕とかともみさんとかちょっとしたこうなんだろうね、一歩っていうのをさこう作ってあげたりだとか、ね、そういうのっていうのがこう僕は面白いなと音楽にも通じるっていうかだと思うんですけど、ちなみに今日 初ライブなんですよね、2人でやるから、じゃあそんな感じ歌ってよブルースマンという曲をやりたいと思いますが、これね、さっきのリッキーは iPad でね、こうピャーってやってるんですけど、昭和ですよね、昭和5000歩だから、5000歩めっちゃ昭和です。書くのはめんどくさいです。そうそう、これね、そうどれ、あ、すげえ、そう、これジュニア兄ちゃんがね、レターパック352入れてないから送ったんですよ。そしたら昨日練習してたのに、ジュニアさん、ここの決め書いてないじゃんと言われてね、早くも解散かみたいな。ちょっともうなんか練習が足りなくて、本当申し訳ないです。練習足りなくてもブルースが足りてればいいんですよ。いいこと言うね。ありがとう。で、トミさん、そのね、3時のママなんだけど、私は全てをロックかロックじゃないかで判断してるって昨日名言が出て、これは私の中でロックではないからちょっと怒ったとかね言ってました。Hey!男の吐き出すブルースは
川さえもひとたび間に合うた。照りつける夏の太陽、ギラギラ突き刺すブルーカラーマイノリティの誇りを胸に、今日も仕事に精を出す。なくなっちまったのさ、寝なし草のトラベリングマン、小銭を握りしめて柄にもなく近所の神社に繰り出すのさ。手のひらには185円、賽銭投げ込み神頼み、安け愛してくれよ神様、大した願いじゃないから。歌ってよくせに、風が吹かなきゃどこにも行けやしなかった。吹けよ風、呼べよ嵐、そしたら明日にはこの街は出て行くのさ。あの子がいないこの街にはもう用はないのさ。また新しい旅が始まる、新しい朝が始まる。ブルースが消えたんだ。交差点クロスロードにはもう誰も悪魔も立っちゃいないのさ。また新しい旅が始まる、新しいブルースが始まる。歌ってよブルースマン、あんたの憂い歌。歌ってよブルースマン、あんたの憂い歌。出会ってたことについて話せる範囲のことはお話しようかなと思ってるんですけど、あのミリオンバンブーっていうお好み焼き屋さんが板橋にありまして、とてもファンキーなお店で、あの機材も何もないのに、ちょっとあんたライブやってくんないって、あのそういうの言われて、でそのミリオンバンブーのお店のイベントでこう知り合ったんですけどね、そのお店は夫婦ご夫婦でやってるんですけど、おかみさんがね、
あのがんになってしまって、で闘病してね、すごい辛い時期があって、喉のがんで、だからもう接客もできなくて、であのその頃にあのそのお店のあさこさんっていうんですけど、あの応援するために作った曲があるんですけど、 それをちょっと、昨日初めて聴かせたっていう、あさこのワルツという、やれるのかしら、良かったんですよ。でもがんになって30キロぐらい痩せてしまったんですよ。また最近戻ってます。たまの休みはダーリンと山登り、ミリオンバンブーの主佐々木拓さん、朝子とラブラブだから、頑張れ朝子、負けるな朝子、また聞かせてよ素敵なタンバリン、無茶振りをした手前、無茶振りをされてみようということで、ちょっとギターをね交換して、2人とも僕はオベーションというので、僕のはね1944年前のギター、朝子さんという朝子ともみさんってね、そうです、わいらしいね、名字が朝子です。でそのミリオンバンブーの店主は佐々木朝子、朝子さん、朝子さんで、ともみさんの声もう1980年ぐらい、80年で、これあれでしょ、なんか別れた男のからなんかこう手切れでなんかもらったとか、なんかさ、あれすいません、やばいちょっとやばいですね、はい、あの次回なかったらお察しください。でね、ちょっとあのともみさんの、ギターに僕はペロンペロンとちょっと弾いてみようと思いますが、はい、じゃあ曲をお願いします。曲は何だっけ、何だっけ、名前いつも知らない、スティーヴィー・ワンダーの曲を、知らねえよ。
ってね。新曲、僕もともみさんもロックが好きで、ロックの人なんでよくさ、曲どうやって作るのとか言われるけど、もうね、ジャムセッションってなんか気持ちいいフレーズをこうひたすら繰り返してその曲にしてしまおうっていうので、昨日2人でやったらなんとなくできたので、コードが1個しか出てない曲で、曲名はだいぶできつけました。最低賃金のブルースって言われてます。Thank you.
ちが新しいパンクロッカーがパンクロッカーに決めちゃったそんな出会いと別れを歌ったそれだけでハッピーという歌をやります。まあぶっちゃけビートルズのレッド・イット・ビーのパクリみたいな歌ですが
です。どうもありがとうございます。ジュヤン人形またオルガン使うのかっていう声が出てくるんですけどね。すごく好きなんですよ。ジュヤン人形夕焼けの集いで楽団でアルバム2枚出てますが、今日はちょっとアルバム分って16曲とか15曲入って1500円なんですけど、ちょっとね、トモミさんの許可を得て今からの話するんですけど、トモミさんは今年の2月に旦那さんが急に病気で倒れて心不全で亡くなって、でちょうどその1ヶ月後ぐらいだよね、焼肉食べに行って、あ、そう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 、うん、でそれで僕もね、会ったことあるんですよ、旦那さんと。今年の1月に住宅展示場の、ま、営業みたいなライブを、ジュヤン人形ライブプラス PA やってくんないかみたいなこと言われて、ちょうどね、そのトモミさんの旦那さんがそういう機材をね持ってて、で借りて、その時もちょっと話して、でそれが1月で、それで2月に亡くなって、で3月ぐらいにねこう連絡があって、それでこう今日もカジコちゃんもね言ってたけど、本当人生修行とか、ただ楽しきゃいいっていう生き方も一つなのかなって思うけど、でもトモミさんは すごいこう、私って強いタフだからさってね、まあ言ってて、でね、昨日もね、なんかこう、ジュニアさんさ、それちょっと酷な言い方するようだけどとかね、僕は身の上話ですけど、なんか酷な言い方するようだけど、どんどん酷な言い方をこうしてくれる人なんですけど、ただね、トモミさんすげえなって思ったんだね。私旦那がいないからジュニア人形家で練習できるじゃん、いたらお互い遠慮しちゃう、だからいないからこそできることどんどんやっていきたいし、やっぱ彼の分まで幸せに、絶対幸せになってやるっていうことをね伝えて言ってて、すごいなあっていうふうに思ったんですけどね。僕も心の病気の人の相談とか受けてると、人間の心の形とか大きさってやっぱ人々に違うから、例えばなんかてめえこの野郎って言われただけでも へでもない人もいれば、それでも生きていくの辛くなるぐらいしんどくなってしまう人、僕とかトモミさんの仕事ってその人の心の形とか大きさとか、それ目で見えないものをこう感じながら寄り添うっていうような、そういう仕事をしているんですけど、なかなかねいろいろ難しいと思うんですけど、でも心の中に生きているとか、そういう寄り添うって思いで作った短いラブソングで、桃と時間泥棒という児童文学から取った桃という歌を聴いてください。君のことは忘れないよ、いつでも私の中にいる、ありがとうの一言が意地張って言えずにごめんね。オールスター感謝祭みたいなので、愛縁敬遠というのが、10月の27日に、ここから、の近くのエコダのバディという
ジャズとかでね有名なお店なんですけどね、そこでやるんで、もしよかったらね、あとくんちゃんはあのさっきのあのデッドソックスのあのね、リッキーもしたけど長居しちゃうんだよね、うん、なんでくんちゃんとね、まあ、あのお話ししたい人とかね、音楽やってる人とかぜひね、あの強制的になんか交流をしろっていうリッキーのね、そういうもうこういう時間ってとっても大あのいい時間だと思います。で次の曲で最後になりますが、ならばいいという、また会えたならばいいという思いで、それは今ここで会った人とまた会えたならばいいっていうのもあるしけど、カジコちゃんだったら2週間前亡くなったお父さんとか、ソーミーさんだったら旦那さんとか、誰でも会いたくても会えない人とか、そういう思いも込めて歌えたと思います。ならばい、ワン、ツー、スリー、フォー。
そうそうそう。